バーリ空港またはカロル・ボイティワ国際空港はイタリア南部プリッテア州バーリ中心部から北西 8km にある国際空港である。また近隣の地域名にちなんだパレーゼ・マッチエ空港、イタリア語エローポート・ディ・パレイジー・マッチエの名称でも知られている。バーリ空港は2005年から2006年にかけて施設改良が行われ、 4本の搭乗橋を備えた新空港旅客ターミナル施設や新幹線等立体駐車施設が開業している。2007年には旅客数は前年比20%増加し2368,313人の旅客が空港を利用した。バーリ空港はもともとはバーリ郊外に位置する軍の空港であった。1960年代、 民間機の運用が開始され、アリタリア航空が定期便としてローマ、カターニア、パレルモ、アンコーナ、ベネツィアのそれぞれの区間で運航を開始した。その後、a t i 航空がフォッカー海27を使用し引き継いだ。AATI 航空が DC-9 から30を導入するとき、新しい滑走路を設置する必要が出てきたが、軍の施設はまだ旅客ターミナルとして使用されていた。 1981年元々貨物施設して使う予定の新しい建物が完成したが、事実上その建物が新しい旅客ターミナルとなる。1990年、1990FIFA ワールドカップ開催時滑走路は拡張され、旅客ターミナルも改良された。2000年にはさらに改修が行われている。しかしながら空港の処理能力が限界に達し、 2002年には新旅客ターミナルが着工された。同時期、中機場や滑走路の拡張も行われている。2005年、新旅客ターミナルが開業している。ありがとうございます。